聖者、ご聖者ですね、明美さんを迎えてご聖者を語ろうということで、千葉雄大くんのファンだったので、可愛い要素を取り入れたレッドっていうのは、うん、元気キャラか、うん、プールなキャラか。レッドが一番背が低いんですよ、男3人の中で。あ、普通レッドは一番高いか、まあ、真ん中2番目か、はい、一番背が低いっていうのが、はい、母性グリーンなんですよ、やっぱり。あ、グリーンの回は結構好きな回で、うん、あとやっぱり、はいはいはい、エンディングのダンスですね。あ、もう結構耳に残りまくる感じのありますねやつで、すごい好きですね。空に輝くレインボー、レインボー正義の仲間集合、未来の救世主あのエンディングって確か一番最初の方はみんな踊ってないじゃないですか、ね、途中からみんなが歌うパターンに変わった。そうですね、途中でマイクが出てきたイメージはあります、うん、そうなんだ。この曲大好きですね。高橋さんですよね。高橋秀幸さん、ゴーオンジャーの曲歌ってる方です。そうです、そうです。あとあのゴーバスターズ、あー、ゴセイジャーのオープニング歌ってる方って確かノブさんですね。ノブさん、確かあの劇場版の主題歌は高松さん大好きだっていう。そうそう、星を守るものっていう、あのオープニングは、ね、かっこいいなと思って。いや、オープニングめちゃめちゃかっこいいですよ、ね、かっこいいの大好き。サビの中間のあたりがなんか好きなんですよ、うん、未来は君の中にあるっていうあの部分がすごいなんか大好き。オープニングもエンディングもいいってなかなかいいですよね、うん、今になって思う私はなんで見なかったのかっていう、まあでも若干理由もあるんですよ。テレビが壊れたっていう。あ、その時期に同時期にやってたダブルも途中見れなくなってたっていう。ああ、そうなんですか。そうかそうか、そうダブルからオーズに変わる間がご聖者のわけですね。あ、そうです。ネットの戦隊ランキングを見たんですけど、はい、30位でしたね。えらい何個あるうちの46ですかね。あのね、なんか秋葉戦隊、秋葉レンジャー入ってたから、なんか47個中でっていうランキングをやってるサイトが、それは抜いちゃいけないやつですね。そしたらあの30位で、あ、そうなんですね。あんまパッとしない成績ではあるんですけど、うん、有名人の方でご聖者が好きな人がいて、うん、はいはい、元乃木坂46の井上さゆりさん、はいはいはい、あのあれでしょ、ご聖グレートが好きってやつ。あ、そうそうそう、じゃあご聖ナイト、ご聖ナイト、ご聖ナイトがなんかめちゃくちゃ好きで、うん、一回その乃木坂の番組で熱く語ったんだけど、みんな振り向いてくれないってで井上さゆりさん自身がそういう結構戦隊ものが好きで、うん、多分それを言い続けたかわかんないけど、ジュオージャーでゲスト出たことがあるんですよ。すごい、言い続けるって大事なんですよ。続けると大事なんですよ。言い続けると福くんもね、福くんですね、うん、福くんどうしたんですか。福くん大好きなんですよ僕。あの福くんが今年仮面ライダーに出てるんですよ。あ、出たいって言ってたんです。そうなんです、仮面ライダーがすごい好きで、で小さい時にあのオーズの、ちょうどオーズの時に一回出てるんですよ。仮面ライダーオーズが遊園地で守った子供役でチラッとだけ出てるんですよ、なんか遊園地に仕掛けられた爆弾をみたいな。そこで出てたのが映画で、あの石の森先生役をやって、それを経てレギュラー出演したっていうのがあって。てかあの僕様々です、今知ったんですけど鈴木福さんはライダーが好きなんですね。そうなんです、ライダー好きなんですよ。だからあの映画でもね、あのあれに出てませんでした、大集合の。そうです、そうなんです、あれで石の森先生を役をやったっていうので、うん、あ、そうだったんですね、うん、ちょうどあれですよ、あの鈴木福さんもオールナイトニッポンゴールドが決まったらしくて、第1回で仮面ライダーの話するらしいんで、よかったらぜひ、まあ、言うって大事っていうことですね。そうです、すごい、言い続けることは大事ということで、この回でも 前にも話したことあるんですけど、確かアメトークで昔仮面ライダー芸人ってのがあって、うん、プロレスラーの棚橋さん、はいはいはい、今コマーシャル出てますよね、なんかあの宝くじから、宝くじのプロレスラーの棚橋さんが仮面ライダーが大好きで、よくその試合の時とかに仮面ライダーの名台詞みたいなのを言う時があるんですよ。それをずっとやってたら本当に映画のオファーが来たっていう、うん、エグゼイドの時ですね。そうです、うん、敵役なんですけど詳しいエグゼイドとゴースト あのコラボの映画に、パックマンの映画ですね。そうです詳しいそれに出ることができたっていう、だから先ほど あの鈴木福さんも同じですよね、井上さゆりさんも同じっていう。じゃあ私もよう、ね、会いたい人とか出たいものとか。そうですね、そうですね、言った方がいいですね。千葉雄大さんが大好きっていうと、もしかしたら来るかもしれないお忍びで来るかもしれない火曜日に来るかもしれない声を大にしてそうそうそうですね、明美さんがレギュラーライブの時にひょこっと現れるプライベートで現れるかもしれないあの一応あのなんだ、千葉雄大くん宮城県の出身で、はい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 、
福島なんで、はいはい、隣だし、お誕生日も見た違いだし、なんか親近感湧きますね。ね、でそうそう、ちょうどなんかふってこのゴセイジャーのことを思ってたら、あの CM で UR のCM UR で UR って出てた。結構 CM 出られてますもんね。よく見ますね。僕あの今はどっちかというと頭の中には30秒ってやつなんですけど、お風呂のシューってやるお風呂掃除のなそういうのがあって、それに出てました。あ、結構ドラマでもよく見ましたもんね。見ますね。ゴセイジャーで大好きなキャラクターというか登場人物だと新たになりますか。今回ちょっとここに出演させていただくにあたって、ちょっとあの動画を見たら、はいはいはい、ちょっとやっぱゴセイナイトが気になりました。ヘッダーですよあの人人ではない、人ではない人じゃない戦隊だと変身者が分かんないとかだと、あのハリケンジャーの手裏剣ジャーとかは分かんなかったですけど、あれはあのガタックだから、あのシルバー、ガタンク、あのゴーバスターズのロボット、あーゴーバスターズ、あれですね、スタックスタックバスター、ビートビートジェー、はい、スタック、スタックです。あれをあれはロボットです、ロボットでしたね。あと宮殿、バディでした、宮殿でいるじゃん。宮殿はいっぱい人外なんだ、宮殿いすぎじゃないのかそう、ゴセイジャーってみんな天使だから誰も人間じゃないんですよね。まあ確かにある意味人々を守る天使っていう立場っていうのがまたちょっと面白いですよね。確かに。浜さん、ゴセイジャーで好きな登場人物は誰ですか。まあ新たですよ、それは。新たですか、ね、当時からずっと新たですよ。Kさんは。いや、僕も新たなんですけど、新たとデータスなんですよ。データス、データス。新たは僕あの好きすぎて、あのジャケットが当時あって、赤い、赤いやつです。あの赤と白のここにマークが、胸の音にマークがついてるやつ。あれがほぼずっと着てましたよね、多分、うん、あのジャケットかっこいいですよね。かっこいいですよね、あれ。なんか普通に着れる気もするんですよ、普通に。まあまあまあ、あの今だったら、当時だったら、ああゴセイジャーってわかるかもしれないですけど、はい、今だったら多分気づかれないです。着ても全くわかんない感じがすごい。でも普通に着れる感じもあると思うんですよね。なんかあの当時ネットゲームで、ネットゲームアメーバピグってのがあったんですよ。アメピグ、はい、ちょっとあの二次元のデフォルメされたキャラクターで、なんかほのぼのあの部屋作ったり、うん、ゲームしたりするみたいな感じのやつがあったんですけど、僕それあの新たって名前でやってました。好きです。すごいですよ、全員新た大好きっていうことで。まあ、アマチ博士っていうのもありますね。アマチ博士、ルネサンス、あーヒゲ男爵の方ですね。オフィシャルヒゲ男爵そっちじゃないですか。出るかと思ったまたジャンルが違う、ジャンルが違うすごい素敵なキャラでした。あれ確か相方さんも出てませんでした。なんか出てましたね、ちょっと一回なんかゲスト出演かなんかしませんでした、うん、そのヒゲ男爵の方の、うん、息子さん、すす、はいはい、進む、進むくん、のぞむだったの、のぞむじゃない、のぞむくん、惜しい間違えちゃった。すごいなんか可愛いと思った。逆上がりを一生懸命やろうとしてて、なんかその回僕見ましたね逆上がりをできなくて、新たがよし俺やってみるって言ったんだけど、その時に手怪我してて、偶然できなくて、で必死に練習して、その逆上がりをあれですよ、実戦で活用するっていう、あの立ってきと戦ってくるくる回るやつ、そうそうそうです。その時にできたみたいな。そうなんですね。アマチのぞむくん、はい、新たからは友達と認められて記憶を消されていないため、地上の人間では唯一ご正解と敵組織の存在を知っているっていう。あ、記憶消されちゃうんですね、これ知ったら。ご正天使、はあ、はあ、そうなんです。そういう設定ってことですね。なんか確か第1話であれじゃないですか、新たが何だかな、間違ったらごめんなさい、なんかあのカードをどっかで落としちゃって、それを確かのぞむが拾ったっていうじゃなかったですか。なんかあった気がします。あったような気がするんですけど、ほらそう、こんないい加減な記憶で話してるそんなちゃんと見てくる必要ないんですよいやでもあれですもん、ほんと千葉雄大くんが出てたっていうことしか覚えてなかったので、うん、動画見ちゃいました。まあ、あのもしあれだったらね、このコメントしていただけるとありがたいですねはい、あの動画の方のコメントもね、うん、もしありがたいですね、はいはい、そういうのって。真剣レッド、真剣ブルー、真剣グリーンの3人が、真剣レッドが五星ブルーに入って、真剣ブルーが五星ブラックに入って、で真剣グリーンの竹内さんが五星レッドに入ってるって、こういうのシャッフルされてる、シャッフルされてる。僕当時からテンソーダはずっと欲しい欲しいって言ってるんですけど、買ってもらえなかったんですよ、はい、あらまあ、テンソーダ実は買ったんだけどね許せないですよね警報みたいな音が、あの
地震が来るときに、ああ確かにそうですね、ぽいですね、そのちょっとシンクロしてたと思う、シンクロしたシンクロしましたシンクロリンしてた、シンクロリンしてた